の握手会と写真会撮ったよ。ありがとう。皆さんぜひお越しください。下も回らない、ね、あるとか、だから握手会しゃべらない。泉ちゃんなんか、え、クマのおにぎりとパワーあるかわいい、見て、え、すごい、お茶もある、昼公演ありがとうございました。ワンタンメンさん、今あ、お茶や、ほんまや、ありがとうございます。ピカピカありがとうございます。ほんまや、しのさんミルクありがとうございます。あ、ほんまや、お茶や、しのさんお茶ありがとうございます。ちょっと気には飽きですね。ヘルコイクありがとう。あ、牛乳ありがとう。ちょっと待って、ちょっとほんまに感じが読めないけど、嘘だよ、ありがとう。終わりました。変なダンスじゃないよ。さっき1時、15時ジンクスを手なしで腰だけで踊ってたの。めっちゃ重かったよ。とっさにやられると思うのに。柳さん、お茶ありがとうございます。作文の握手会、社務会しっかり当選したから、でも嬉しい、ありがとう。楽しみ、カフェオレタイムいいな。カフェオレのタイム、ゆるくい待っています。ありがとうございます。今日もお茶を飲んでたんです。やっほ、こんにちは。ミヒ愛する前、ほんまに苦かった。めっちゃ目がしょぼしょぼ。ママにね、それを伝えたんです。目がかゆい、眠いよ。こんにちは、こんにちは。ハナちゃん、いい意味で JK 感ないですって。もう JK 感終わっちゃったんですよ。津田さん、ピカピカありがとうございます。たありがとう、ピカピカありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。ハナちゃん、ありがとう。握手会、今回も友達連れていく、嬉しい、ありがとう。待ってる、楽しみに。カテキン、カテキン、カテキン、今大阪でありますか。マッスルバンドさん、ミルク到着ありがとうございます。自己紹介間違えなかったです。そういうことない、カテキンって、カテキン、ヒカキンさんみたいなイントネーション。カテキンって嬉しい。あ、おにぎりやん。カテキン、カテキン、カテキンやったらめっちゃ大阪やでしょ。ワンチャン JK、 なおってさ、嘘だよ。え、いけると信じてます。トリコさん、おにぎりありがとうございます。これが、これがカテキンって名前。あ、また忘れてた。 X のプロフィール変えてなかった、まだ。高校って書いてる。今買いました。12年齢的には高校でも、え、特定保険用食品やって、無理でした。いいやつですよ、多分。誰もありがとう。特定保険用食品、 JK 感抜けない、やった。誰もありがとう。さん、ありがとうございます。おにぎり、今日はあんまりシーフィン髪型でした。かわいい、ね、うん、ほんまこれシーフィン、嬉しい。え、何しよう、初めての髪の毛やった。何しよう、花粉つらそうね。花粉つらそう。今日はなってない。でもタンゴやんな。タンゴ。今日は。アンナさん、ハートありがとうございます。何でもできちゃう。なってないね。そうです。今 JK 見ました。ありがとう。JK になって初の公演どないやった。初の公演。今日の横顔が何？2日やからもうあんま覚えてないんですけど、楽しかったです。こうやって向いた方がいい。あ、今時間考えてます。45分。ワッタイムいじっとな。飛んでない、最高。え、どこ？マジでごめん。7分、5時7分。5時7分、ありがとうございます。ゴジラ7分、聞く。ゴジラ7分。5時7分。5時7分やから、ちょっと待ってね。あと私は、着替えて。あかりん結婚してるの。え、ねえ、ね、メイクして。ねえ、ねえ、ねえ、そうそう。見た、ね、YouTube 見ました。昨日も見た。おめでとう。なんか、あの隣のメイクルームでゆうみさんたちがめちゃくちゃ騒いでて、そうで、それを含めてきて何やろうと思って、うん、X 見たら、ほんまにおめでたい、おめでとうございます、あかりさん。この間ね、私お会いしたんですよ、あかりさんに。らしいね。そうらしいね。何をしてんの知らんかった。なんかちょ、同じ空気休んでたで、みひなも。同じ、うん、そう、うんって思ったから。いやいや、今吸ってる。そう、応援してたんです。そう、びっくりしすぎて。あと、あら、着替えてメイクさんにちょっと言ってたら、そうやで、ね、新しいメイクモンスター直し、モンスターやってくれよ。髪型うまいからやけど、え、メイク直しが7分足す22分。ダッシュで着替えたらいきます。
ったレッドブル変わってるの。飲まへんかわへん、分からへん。そういうことや。どういうこと。全然気にして見たことなかった。飲まへんから分からん。頻繁に行くんじゃんけん。でもここの自販機は頻繁に行く。だいぶ前から買ってたで。そうなん、あれ何味。そうなんや。レモネードみたいな。グレープフルーツみたいな。レモネード違う。でも甘め結構。いいな。久しぶり。劇場の自販機の種類が隣にいるのはゆきのとあみです。紅茶売り切れてんの。紅茶なんか赤いのついてる。あれめっちゃ人気じゃない。そうなんや。アイカさんとかめっちゃ飲んだ。飲んでんな。ホットになっちゃった。前までホットじゃなかった。アイスやった。なんだことない。なんか前までな、下半分はホットで、半分はアイスみたいな感じやってんけど、ホットの割合が増えた。でもな、リンゴジュースもなくなって。リンゴジュースない。そうやね。でコンポタもない。あるコンポタ。だいぶ前からある。ないで。もうなくなったんや。だいぶ前で、コーラがなくなってショックやって。ほんまや、コーラない。まだ引きずってる。そう、1年以上引きずってるんですけど。自動販売機の話。冷気系はさ、冷気系はいつから来たの。冷気系いつからやるの。確かに知らん間に来てたよ。冷気系は安ない。150円。安い。ちっちゃい方が高いんや。すぐちゃん。ほんまや。ほんまや。だってでもあのちっちゃい方はずっと160円。大きい方の方が安い。不思議。梅おろしみたいな。梅おろしない。梅おろし飲んだことある。梅おろし、ない。ここで飲んだことあるのは水と野菜。上から2番目、右、マルチビタミン。そうそれだけかな。そうなんとコンポタ。なコボティとミルージュソーダと水とライチとマルチビタミン。めっちゃ制覇してるよ。そう。あとリンゴのやつも飲んだことある。カロリー、カロリー、カロリーメイトみたいな。結構あるで。生茶、麦茶、麦茶、お茶とかで買わんよな。水、キレートレモン、キリンレモン、キリンレモンで、炭酸のゾーンも全部ある。すごい。1本ずつ全部あるわ。ココアとか飲みたいな。でもミルクソーダとココアと生茶のちっちゃいやつとミルクティー。ありがとう。ココアあるで。ミルクティー飲んだことない。こんにちは。食パン。アベベさん、おにぎりと嘘だよ。ありがとうございます。待って、うちの職場と自販機の品揃いめっちゃ似てる。絶対一緒や。絶対一緒のところや。コンポタ好き。コーラがなくなったのがショックです。自販機で大喜利してるのかって言われます。ありがとう。自販機は一生忘れよう。視力検査にもなくす。私も免疫ケアも飲んだことない。ない。あんなカリンさんから勧められといて飲んだことないです。ごめんなさい、カリンさん。シュウさん、嘘だよ。ありがとうございます。飲んだことない。やっぱ花粉すごいな。やばい。やばい。今になって花粉が。今日は時間に余裕を持って到着しました。お世話ありがとうございます。さありがとう。おにぎりありがとうございます。ハート。絵のね、フリオールには絶対ね、いちごが出るんです。そうなんですよ。フルーツが買ってきてくれるんですよ。今日はいちごとバナナと雪見大福があって、すごいですよね。いちごみんなで洗って食べました。ハチキがずっと食べてたね。ドンキもあるし。ちゃんと洗いに行ったもんな。そう、みんなが洗いに行ったから。そう、全部洗いに行った。そう、頑張った。そうだ、ちょっとお花見したかできてないね。公演終わりにバナナ。そう、一緒。公園割りにバナナを食べる。公園前にいちごと雪見大福を食べたから、公園割りにバナナを食べる。終わりにバナナ。そう。劇場前で整列してます。寒いよ。何並んでんの。マジで。でも1時間か30分前にあれの発見。そっか。そうなんや。寒いよ。暇じゃないかもね。心配してくれて。優しい女だからね、私はね。花粉症やばい、ほんまに。なあ。
花粉が なんか花粉がほんまに花粉花粉入ってて、あった劇場前な、こんなんまで来るのって思ったのが、髪型可愛い、ありがとう、生誕祭の日に絶対スタバギフトカード3000円分かな、か5000円かどっちくれるんです、1枚ほんまにあれで1年間持ってるありがとう、すごいこの垂れ幕めっちゃ嬉しい、あれはイエーイ、ドンキまで上がってきて、青としてる青としてる、上がんないよ地下にいます、地下にいます、だからみんな一斉にさ、みんなが下がってきて一斉にさ、うん、トーンジャンプしたらドーンおもろケイさん、腹ごしらえして、やっこい、最高、ありがとう、楽しかった、9枚やって、どこの方言いますか、あ、ミッヒーの生誕って予約してきた、どんなにしよう、今年生誕って割と時間ないから、確かに時間ないよね、結構今焦ってる、あのメイクまだで、確かに服着替えてないし、やばいやばい、けどな15分まだやねん、みんなもうズボンだけ着替えてない、絶対行った方がいいよな、だからさっきがそれからそれが不安で、なんかずっとぼーっと考えてた、でも大丈夫、45分やろ、そうそうそう、ええー、けどさ、さっき言ってくれた7分って言ってくれたやん、え、やばいや、やばいな、じゃあ一旦終わりにしようかな、着替えてきますね、 JK っぽいの6回くらいしか生まれへん、あ、そんなの生まれへん、 JK になりたいです、なりたいですっていうか、ほんまになったんですけど、 JK っぽくなりたいな、ランキング見まーす、13位、アンさんありがとう、12位、コウスケさんありがとう、11位、飲みたいな、飲みたいなが重なってくれて、ブレバラさんありがとう、10位、マサキングさんありがとう、9位、カジツさんありがとう、8位、サダシャンさんありがとう、7位、カズさんありがとう、6位、逃亡者 K さんありがとう、5位、終わりなき旅さんありがとう、4位、サキンさんありがとう、3位、マルルありがとう、3位、あよ2位、宇田川さんありがとう、そして1位は文治さんです、ありがとうございました、ごめんね15分もできなくて時間配分をしっかりしましょう、バイバーイ着替えよ